まあ話題に出すなら昨日みんな会ってる四条先輩なんだろうけど、三影浜の子でさ、だろうな。うん、三影浜の子でさ、旧校舎前の花壇を世話しに来ている子がいるんだ。知ってるよ、小さな子でしょ。可愛いってうちのクラブでも噂になってるよ。本当に俺の中でも噂になってる。世話するやつがうちの学園にいないのかな。世話って、いや大変だろうし。まあね、なんなら俺が育てようかなって。何言ってるの。だって気になるし。横島の。横島。世話をするだけならともかく、育てようって何。女の子をどういう目で見てるの。なんだよ女の子って。花を俺が育てようかなって。あ、ははは、そっち。俺があの子を育てようとか言ってるかと思ったのか。びっくりした。と姫野さんと進藤が一緒に教室に入ってくる。俺を見つけた進藤が少し笑いながら指をそっと立てる。昨日の話は内緒にしておくよという感じだ。姫野さんに振られた云々のことだな。別にいいのに。改めて、よろしく。よろしく。放課後早速文芸部部室で3人集まる。まだ人数は足りていないが、新生文学部芸部の活動第一日目だ。とりあえずこの3人でこれから活動していくことになる。両手に花って感じで、花の下伸ばさないように。花ね、姫野さんはともかく。何よ。なんでもない。うんうん、二人は仲がいいんだね。誤解。姫野さんこそ国見くんとは小学校が同じわけだし。うん、だからほっとしたんだ。私人見知りで転校してうまくやれるかなって心配してたから。よろしくね。まだお友達があまりいないから、女の子とこうしてお近づきになるの嬉しいです。うん、私も嬉しいです。さん、かわいい。なんかすごいクラッとくる。国見くんが惚れるのもわかる気がするな。そっと進藤が近づいて耳打ちしてくる。うん、テキスト消しとこう。昔の話だ、昔の。お前その後ことをもし姫野さんの前で持ち出すようなら。何よ。三影浜時代のやんちゃっぷりをバラす。嫌だ。てかひどいよ。じーっ。ごめん。あのね、よかったら今度町を案内してほしいなって。え、あ、うん、もちろんいいよ。よかった。進藤さんはいろんなお店知ってそうだな。女の子らしい暮らしができそうだな。なんか姫野さん、私のことを今時のちょっとイケてる女の子と思ってそうなんだけど。いや、まあそこまで具体的な印象を抱いているかは知らないけど。芸能人とかに会えるかな。ワクワク。そんなに都会なのか。私にいろんな希望が積み重なってるみたいなんだけど。それより文芸部としての活動いいか。ご本と咳払いをして真面目な話に入るのだと示す。二人ともさすがに話をやめてこちらに注目をする。まあ二人にしてみたら俺に声をかけられて付き合いで入ったようなもので、文芸というものに期するものがさしてあるわけじゃないと思う。なんか堅苦しい物言いになりましたよ。あれが噂の文芸語ってやつですかね。もうバカにしてるな。もう文芸をバカにしてるなこいつらは。そこをこそこそしない。文芸語ってなんだ。一生懸命話してるだけだ。どうぞどうぞ続けて。その、うんうん、あまり真面目に見られても。あんたが静かにしろって言ったから静かに見てるんでしょうが。いや、うん、適度に音を立てつつもう静かに見てほしいかな。なるほど。
経緯はともかあれ、せっかく入ったんだから文芸部、文芸っていうものの魅力に触れてほしいって思うんだ。それは何でもあって、なんでかっていうと、別にカッコつけるわけじゃなくて、文学ってのが本の楽しみを最大限引き出しているものだからだと思うんだ。文字が表現している美しさとか怖さとか率直さみたいなものはやっぱり他には得難いものだと思う。そういうものをここでいくつか本の紹介をしながら分かってもらえたらいいなって思う。だけど俺が読んだことのあるものの範疇でしか語れないし、本当はもっといろんなことを知ってる顧問の先生でもいたらいいんだけど。いないの？そういう先生。うん、うちの原告の林先生は野球部の方に取られてるから他にいないんだとさ。一応世界史の厚木先生が顧問ってことになってるんだけど、名前だけで顔を出すことはまずないんだ。あの人そもそも別に文芸に興味なさそうだし、どうも歴史だけはあるクラブらしくって、かつての名門顧問が辞めてからはしがらみもあってかなり手がいないらしい。そうなんだ。そういやクラブとして認められる人数って最低4人って言ってたよね。そう。まだ3人じゃん。そう。ダメじゃん。ダメだぜ。なんでのんびり構えてるの？不平。不平じゃない。まあ他に当てもなかったし、こう頑張りを評価してくれたりするかなって。一応うちのクラブ幽霊部員が何人かいて、それと合わせ技で四条先輩には許してもらってる状態というか、まあその幽霊部も院も幽霊部員もどうやら戻ってくる気配はないけど、でもこんな可愛い子が2人も入ったと分かればすぐ戻ってきそうだけど。すごいセルフジャッジ。この男時々アバウトというかいい加減で怖くなるわ。うん、そうだよね。なんとかなるよ。分かってくれるよ。姫野さん？だよな。だよね。ダメだこの二人。うん。呼ばれた気がしたな。呼ばれた気がしたわね。な、なんで涼介と篠もこっちにいるんだ？私は悟ったね。今の私に欠けているもの、文武両道。これからはインテリジェンスも備えたスポーツマンが求められている。何やら闘志に燃えているしの。戦術理解が乏しいとかでスタメンを外されそうらしい。そうなのか。ということで頭良くなる本教えて、こうちゃん。教科書よ。凌介はどうして？ボリボリと頭をかきながら。うちの英検結局西学の SF 研と合併したんだけど、なんか暑苦しくなってきてさ、それで避難してるわけ。俺にはお前ぐらいのノリがちょうどいいんだ。じゃあとにかくこれで先輩に報告に行こうか。行ってらっしゃい。みんなで行くんだよ。会長様に会いに行くの？様付けしてるの？様って。なんかちょっと怖いかな。まあ気持ちはわかるけど。生徒会室の前まで来て扉をノックしてみる。おお、なんか緊張してきた。職員室行くのとはまた違うプレッシャーがあるな。凌介は話したことないんだ。会長さんと対マンで話す機会なんてそうそうないよな。いないのかな。でも人の気配はするんだよな。失礼します。あ、取り込み中だったのか。それにしてもこれはなんかいきなり危機迫る雰囲気。奥の机に座る四条先輩を3人の生徒が仁王立ちのようにして取り囲んでいる。ちらりとこちらに一別をくれるもののすぐに向き直ってそのまま先ほどの会話の続きに入る。俺たちはゾロゾロと入ってきた手前、そのまま出ていくのも滑稽で、揃って立ち尽くして先輩たちのやり取りを眺める学校になってしまった。そもそもね、この統合自体本当に4月から始めるのか、去年の冬まで職員ですら分かってなかったのよ。私に決定が伝えられたのは2月になってから。
そこからあっという間に春休みだわ。準備を進めておけっていうのは無理があるわね。先輩の言葉を受けて取り囲んでいるうちの一人の女子生徒が静かなけど明らかに責める調子で先輩に詰め寄る。そんなんそっちの事情や。それでも前もって準備しておくのが責任ちゅうもんじゃないんかい。こちらから何度も協議を申し込んだけど拒否をしたのはそちらだったはずだわ。そうそう、人様の学園にお邪魔するわけにもいかんので。4月からその御影が丘組んだりの生徒になるんだから、面倒がらずに一度や二度来てくれたらいいじゃない。おそらく3年生の桜台の制服を着た女子生徒と先輩が静かな闘志をぶつけながら睨み合っていた。いずれにしても時間がなさすぎるわ。来月の歓迎祭までということで、うちの生徒にはなんとか了解を得ているところなの。そちらはそちらで頑張って抑え込んでくれるかしら。頑張りますが、何分うちはもう生徒会長でも何でもないので、何の権限もないうちの話を聞いてくれるかはわからんかもやけどな。とにかくうちの門や西高の生徒たちは慣れない場所でフラストレーションが溜まってるみたいなんや。迅速な対応をお願いしたいもんですねえ、西学の会長さん。え、まあそうですね。みんないろいろと口にしてます。いや僕は別にいいんですけど、やっぱり気になる人はいるみたいで。善処するわ。会長として至らなくて謝ります。とんでもないことですわ。何分前例のないことよって。時間もろうてすいませんでしたわ。ほな。やっと会議も終わったのか、生徒たちは俺たちがいる扉の方へ歩いてくる。誰だお前は。桜台の女子はちらりと俺を見て少し意外そうな顔をした。知り合いだったかな。そしてすれ違い際に、お疲れさん。誰だっけ。目を細くして気安く俺の肩を叩いて去っていった。何だったんだろう。生徒たちが去っていき、しばらく考え込むようにしていた先輩はおもむろに立ち上がると万歳するようにして伸びをした。悪かったわね。お待たせしたわ。いえ、こちらこそすいませんでした。で、文芸部部長の国見くん。先日の件よね。後ろにいるのが新入部員？ひぃ、すごいじゃない。いやすいません、この中の二人は遊びに来てるだけなんです。あっさりバラした。バレるよどうせすぐに。どういうことかしら。いやとりあえずその場をしのいでこと実用を取れば、後々やめたことにしてもなんとかなるかなって思いましたけど、やっぱりバレそうなんで。さっき真剣に議論してる先輩を見て自分が情けなくなったってのもあるけど。はあ、何それ。呆れたように深いため息をつく先輩。まあ当然だ。まあ一歩手前で思い直したみたいだから不問にするけど、いずれにしても一人足りないということね。いいんですか。まあいいんじゃない。いいのか。他のクラブにもこのくらいの融通聞かせてるわ。じゃないと潰れるところだらけで、私なんて闇討ちに合いかねないわ。帰り討ちにできそうだけど。はは、そうなんですか。結局どこも新刊で部員を集められなければ部としては成立しないってことよ。新刊。ゴールデンウィーク明けに新入生の歓迎祭があるのは知ってる？ああそういや1年前にもやってたな。その時は入学直後にあったはずだけど。今年はごたごたしてるからかなり先になってるの。こんな状況じゃ新入生も正式な入部も決められないから、新入生歓迎会までは仮入部期間ということにするのよ。そこまでこの件は保留するわ。いいんですか。なんだかずっと保留にしてもらってるような。別に文芸部を特別扱いしてるってわけじゃないわよ。結局去年はバタバタしてて、統合後のクラブがどうなるかとかちゃんと周知させることができなかったわ。それは生徒会の責任。それで新学期からいきなり3年生がいなくなって零細クラブになったから部室を明け渡せっていうのも
やっぱり酷なのよ。だから少しでもやる気があるなら様子を見ようってことになってるの。もちろん改善の見られないクラブからはさっさと部室を取り上げてるけど。登校中に襲ってきた拳法部、そうやって何とかバランスをとっているということなんだろう。見たところ桜台や他の統合組の生徒からの突き上げも厳しそうだし、なんだか大変なんですね。うちの学園って学生の自治の名のもとに結構生徒会任せなところがあるからな。ありがとう。そう思うなら生徒会に入ってよ、国見くん。え、俺がですか？すげえ選択肢出てくるよな。犬と呼んでください。先輩がそう言うなら。無理ですよそんな。どうしよう。ここで生徒会入っちゃうとな、史上先輩ルートに行っちゃいそうだけど、でもここはノリで犬と呼んでくださいと言いたい。男なら言いたい。犬と呼んでください。いい心がけね。でも私別にそういう趣味はないから。そうでしたか。国見くんは大丈夫？多分。はは、冗談ですよ。先輩を試したんです。はは。何その目は、冗談に決まってるわん。あの、うちの部長をそんなことに勧誘しないでくれますか？あれ、なんか四条先輩が悪者みたいになってる。おっと怖い。私たちの国見くんに手を出すなって感じね。ああ、一回テキストを消しとこう。豪華絢爛。誰が？それにしてもこれだけ人数が揃うと狭いね。二人はもう帰っていいんだぞ。そうだ、ファミレスかどっかで歓迎会でもしようか。あ、そうしよう。さすが進藤さん、おしゃれな提案だね。おしゃれではないぞ別に。多分。おしゃれかな。姫野さん、さっきからすっごい色眼鏡で私を見てない？いいんじゃないの、部費で盛大にやればいいわ。部費なんてもらってないですよ。ああ、去年の後期から非公認クラブは予算止めてるんだった。そんなことになっていたとは。そんなことになっていたことに全然気づいてなかったとは、だわ。しょうがないじゃない。じゃあ部長のおごりかな。俺金持ってないよ。賛成賛成。おーい、結局モネットに行くことに。めぐみさんのとこか。違う、あゆみさんのとこか。あそこならあゆみさんが少しおまけしてくれるはず。下心が丸出しだぞ。喫茶店か。先輩もどうですか？なんで？なんでってなんとなく。紅茶が美味しいんですよ。ほう。スコーンも美味しいです。それはまさか生クリームもついているんじゃないでしょうね。生クリームじゃありませんよ。クロテッドクリームがついてます。なんだそれは。俺の知らないクリーム。なんだそれは。いらっしゃ。ゾロゾロと俺の後に5人も並んでるのを見て、あゆみさんが目を丸くしている。どうも、店内騒がしくなってもいいですか？大人数で。まあいいわよ。こっからの時間帯あんまりお客さん来ないし、今日は文芸部の新しい門出を祝って貸し切りとしましょう。けどいっぱい注文してね。はい。夕方の喫茶店を訪れるお客さんは他になく、貸し切りみたいになった店内で俺たちはのんびりと軽食をつまみながら話したりした。優雅にスコーン口にする会長さんとか、すっかり打ち解けてガールズトークに花を咲かせる姫野さんと進藤とか、どこでも刺して盛り上がらない俺と涼介とか、もっと騒いでもいいよと あゆみさんが気を使うほどなんだかまったりとした会合だったけど、俺にはそれがなんだか心地よかった。あれ、すっかり暗くなっているわね。ほんと、そろそろ解散ね。じゃあ帰ろっか。待って、
遅くなったから送っていくわ。送ってってくれんの、あゆみさん。そんな悪いですよ。ダメよ、大人としての責任があるわ。こんな時間に女の子をそのまま返すわけにはいかないから。俺を送ってくれるわけではない。だけど私の車ってスポーツカーで3人しか乗れないのよ。どういう車乗ってるんですか。いや、いいだろ別に。好きなものは好きだからしょうがない。読めない人だ。あ、でも3人ってことは女の子が1人、あぶれちゃう計算になるわね。そうですね。で、こうちゃんは誰を送ってくれるの。何ですか。だって女の子を1人帰らせるわけにはいかないでしょ。そうでしょうけど。で、誰。いや、シノは、シノも入れてあげろよ。なんか不思議な空気が流れる。姫野はキョトンとこちらを見てるし、シンドはなぜかこわばった顔で睨んでるみたいだし。俺姫野って呼んでたっけ。姫野さんのこと姫野さんじゃなかったっけ。会長さんは気のせいかニヤニヤと微笑んでるし、どうしよう。いやー、シノは、シノも入れてあげろよ、女の子だろ。いいけど、多分選ばないけど、セーブしとこう。チャンネル登録よろしくにゃん。